みんながチューニングの間に言いたいことがあって、このメンバーで演奏するのは今日がじゃ次の曲で最後になってしまうんです なってしまうんですよ。それで、あとオムさんがドラムのオムさんが韓国に帰ることになってモエピが辞めちゃうっていう話なんですけど、まあ、モエピはいつもすごい何やろ、モエピ以外全員初心者で、なんか唯一の経験者としてすっごいまとめてくれてリーダーみたいな存在で、オムさんは次やるのがカオスミスなんですけど、カオスミスもすごい難しい難しいって言いながらすごい本当にやりきってくれて、ほんまにもう嬉しくて、なんか楽し練習もすごい楽しかったし、でまあ次最後の曲なんで、そんなまあ大好きな2人に感謝の気持ちを込めて演奏したいと思います。もうちょっと待ってください。
たち置いていた。